インフルエンザウイルスのライフサイクル。侵入、複製、潜伏、排出ウイルス複製は、標的宿主細胞における感染過程での生物学的ウイルスの形成である。ウイルスは、ウイルス複製が起こる前に、まず細胞内に侵入する必要がある。ウイルスはそのゲノムの豊富なコピーを生成し、これらのコピーをパッケージ化することで、新しい宿主に感染し続ける。 ウイルス間の複製は大きく異なり、ウイルスに関与する遺伝子の種類に依存する。ほとんどの DNA ウイルスは核内で集合するのに対し、ほとんどの RNA ウイルスは細胞室内で身で発生する。ウイルスは生きた細胞内でのみ増殖する。宿主細胞はウイルスのタンパク質と核酸の合成に必要なエネルギー及び合成機構並びに低分子量線具体を 提供しなければならない。ウイルスの複製は次の7つの段階で行われる。付着侵入脱外非転者メッセンジャー RNA 生成ウイルス成分の合成ビリオン集合放出これはウイルス複製の第1段階である。ウイルスは宿主細胞の細胞膜に付着する。次に宿主にその DNA、または RNA を注入して感染を開始する。 動物細胞では、これらのウイルスは、動物細胞の細胞膜とウイルスの融合を及び、ウイルスエンベロープの融合を介して動作するエンドサイトーシスのプロセスを介して細胞に侵入し、植物細胞では、ウイルスのピンチで動作するピノサイトーシスのプロセスを介して侵入する。宿主細胞の細胞膜は、ウイルス粒子に貫入し、それをンサ用法で囲む。これは、 HIV ウイルスの場合のように抗体から細胞を保護する。細胞酵素はウイルスのタンパク膜を剥ぎ取る。これによりウイルスの拡散、またはゲノムが放出されたりアクセス可能になる。一部の RNA ウイルスでは感染した RNA はメッセンジャー RNA を生成する。これはゲノムのタンパク質産物への翻訳である。マイナス 3RNA と DNA を持つ。 他のウイルスでは、ウイルスは転写の後に翻訳によって生成される。メッセンジャー RNA は、ウイルス成分を作るように、宿主細胞に指示するために使用される。ウイルスは、既存の細胞構造を利用して、自己複製を行う。次の成分は、宿主の既存の小器官を利用して、ウイルスによって製造される。ビリオンとは、単に活性化された、あるいは無傷のウイルス粒子のことである。 この段階では、新たに合成されたゲノムとタンパク質が組み合わされて、新しいウイルス粒子が形成される。これは、細胞の核、細胞質、またはほとんど発育したウイルスの細胞膜で行われる。ここまでに成熟したウイルスは、細胞が突然破裂するか、あるいはエンベロープ型ウイルスが、細胞膜を通って徐々に押し出されることで放出される。新しいウイルスは、 他の細胞に侵入したり、攻撃したり、細胞内で休眠したままになることもある。細菌ウイルスの場合、子孫ビリオンの放出は、感染した細菌の妖怪によって起こる。しかし、動物ウイルスの場合、放出は、通常、細胞妖怪を伴わずに起こる。ウイルスは7種類の遺伝子に分類され、それぞれには、ウイルスファミリーがあり、異なる複製戦略を持っている。 ノーベル賞を受賞した生物学者デビッド・ボルティモアはボルティモア分類システムと呼ばれるシステムを考案し独自の複製戦略に基づいて異なるウイルスを分類したこのシステムに基づく7つの異なる複製戦略がある次に7つのクラスのウイルスを簡単かつ一般的に示すこのタイプのウイルスは通常複製する前に宿主の核に侵入しなければならない これらのウイルスの中には、ゲノムを複製するために、宿主細胞のポリメラーゼを必要とするものもあれば、アデノウイルス、またはヘルペスウイルスのように、それ自身の複製因子を符号化するものもある。ただし、どちらの場合でも、ウイルスゲノムの複製は DNA 複製を許容する細胞状態に大きく依存する。ウイルスは細胞を強制的に細胞分裂させるように誘導でき、 それが細胞の形質転換、そして最終的にはがんにつながる可能性がある。この分類に含まれるファミリーの例はアデノウイルス化がある。クラス1のウイルスファミリーの中で核内で複製しないよく研究されている例が一つだけある。これは脊椎動物に感染する抗病原性ウイルスからなるポックスウイルス化である。このカテゴリーに分類されるウイルスには 十分に研究されていないが、脊椎動物に非常に関連しているウイルスが含まれる。二つの例として、サーコウイルス化とパルボウイルス化がある。それらは、核内で複製し、複製中に2本ぐさり DNA 中間体を形成する。この分類には、トルクテノウイルスと呼ばれるヒトアネロウイルスが含まれており、ほぼすべての人に見られ、ほぼすべての腫瘍臓器で無症状に感染する。 日本グサリ RNA ウイルスは RNA ゲノムを持つほとんどのウイルスと同様に DNA ゲノムを持つウイルスのように複製を縮小ポリメラーゼに依存しない。日本グサリ RNA ウイルスは他のクラスほどよく研究されていない。このクラスにはレオウイルス科とビルナウイルス科の2つの主要なファミリーが含まれている。複製はモノシストロン製であり個々の分割されたゲノムが含まれる。 つまり、より複雑な翻訳を示す。他のウイルスとは異なり、核遺伝子は一つのタンパク質のみを符号化する。コロナウイルスの複製サイクルこれらのウイルスには二つのタイプがあるが、どちらも複製は主に細胞室内で行われ、複製は DNA ウイルスほど細胞周期に依存しないという点で共通している。このクラスのウイルスは、日本サる DNA ウイルスと並んで、 最も研究されているウイルスの一つでもある。クラス4、一本、グサリア RNA ウイルス、ポジティブセンスポジティブセンス RNA ウイルス、そして実際にポジティブセンスとして定義されているすべての遺伝子は、宿主リボソームから直接アクセスして、すぐに、タンパク質を形成することができる。これらは2つのグループに分けることができ、どちらも細胞室内で複製する。このクラスの例には、 コロナウイルスか、フラビウイルスかお及びピコルナウイルスかが含まれる。クラス5、1本グサリア RNA ウイルス、ネガティブセンスネガティブセンス RNA ウイルス、および実際にネガティブセンスとして定義されたすべての遺伝子は、宿主リボソームが直接アクセスして、タンパク質を即座に形成することができない。その代わりに、それらはウイルスポリメラーゼによって読み取り可能な双方的。 ポジティブセンスに転写されなければならない。これらは次の二つのグループに分けることもできる。このクラスの例としては、オルトミクソウイルスか、パラミクソウイルスか、ブニアウイルスか、フィロウイルスか、およびラブドウイルスかが含まれる。このクラスのウイルスのよく研究されたファミリーには、レトロウイルスが含まれる。明確な特徴の一つは、逆転写構想を使用して、 ポジティブセンス RNA を DNA に変換することである。タンパク質のテンプレートに RNA を使用する代わりに DNA を使用してテンプレートを作成しインテグラーゼを使用して宿主ゲノムにスプライスされる。その後宿主細胞のポリメラーゼの助けを借りて複製を開始できる。B 型肝炎ウイルスに代表されるこの小さなウイルス群は 日本鎖のギャップを持つゲノムを持ち、その後、充填されて、ウイルスメッセンジャー RNA とサブゲノム RNA 生成のテンプレートとして、機能する共有結合閉環上 DNA を形成する。プレゲノム RNA は、ウイルス逆転者構想及び DNA ゲノムの生成のテンプレートとして機能する。ありがとうございます。